今日の調べてみたらは、24年前に起きた和歌山の毒物カレー混入事件です。夏祭りで出たカレーに毒物が混入され、食べた子供など4人が死亡、63人が負傷した衝撃の事件です。逮捕されたのは、2人を逮捕したようです。増美容疑者が1人が乗っています。増美容疑者は顔をうつ伏せにして、報道陣から顔を隠すようにしています。林真美死刑囚です。事件を知っているか街の人に聞いてみると、知らないです。知らない感じですか。全然知らないですね。そうですか。わあ、ちょっとびっくりですね。普通に身近であったらちょっと怖いですもんね。事件を知らない若い世代がいる一方で、はい、カレーでしょ。カレー、ああ、でまずでしたか。すごかったよね。そうです、すごかったですよね。なんかかなりショッキングなニュースだったのはすごい記憶してますね。テレビでね、よく当時は放送されてましたよね。はい、はい。当時の事件現場は今どうなっているのか。ここの今は、建物も建っていないんですけれども、ここが当時夏祭りをしてカレーを配っていた場所ですね。今はすごく静かで穏やかな場所に感じられます。さらに事件に巻き込まれた被害者の父親には、増美死刑囚からの手紙が。なんでこういうの僕に来るんかなっていう、はい、ということで、今回は今月25日で事件発生から24年、和歌山の毒物カレー事件を調べてみました。1998年7月、和歌山市消防局の通信指令室に入った消防無線。本日夏祭り中の食事かと思われるが、約大人および子ども10名程度、食中毒を起こしている模様。地元の自治会が開いた夏祭り、突然およそ60人の住民が吐き気や腹痛を訴えました。この夏祭りで体調不良を訴えた人たちが食べていたのがカレーです。当初は集団食中毒と見られていましたが、生産化合物の反応が数人の、吐瀉物から検出されております。何者かに混入されたか、あるいは何らかの経過によって混入された。警察はカレーを食べた人の嘔吐物などから生産化合物の反応があったと発表。カレーを食べた人は次第に体調に異変を感じたようで、ちょっとな、4回か5回こんなで口運んでるうちにあれと思って、味わえんやね、お腹が突き上げてきた。近所に住む人はこの事態に、食中毒と思ってたんやったいな、それがなんだこういうな、毒入れとるって信じられんわな。どこの家庭もみんな病院行ききりで、大変なことです。その後カレーを食べた自治会長や女子高生、小学生の男の子ら合わせて4人が亡くなりました。今回の事件で命を落とされた4人の方々の葬儀告別式が終了した今、この自治区内にあります飲食店は営業を再開しています。しかしその胸中は複雑です。そして徐々に捜査が進む中、重要な事実が明らかになったのです。ヒ素を若干を検出した、あとそれがいわゆる死因とかに関係があるかどうかということをこれから調べていくと。その後の調べで死亡した4人全員の体内から猛毒のヒ素を検出。死因は
ヒ素中毒と判明したのです。かつて農薬や殺虫剤に使われていたヒ素、毒性が強すぎることから事件当時はほとんど使われていませんでした。しかしカレーにヒ素を混入した犯人は依然としてわからないまま、町には不安が広がります。もうご近所の方ばっかしだし、別に不審な方とか見慣れやん方っていうのはなかったと思うんですけど、猛毒のヒ素を誰がカレーに入れたのか、警察の捜査は難航しました。しかし事件から1ヶ月ほど経った時、ある女が捜査線上に上がってきます。林真須美死刑囚です。過去にヒ素を使って知人の男性をヒ素中毒で入院させ、保険金を騙し取っていた疑いが浮上したのです。ヒ素を使った事件への疑惑が明るみになったことで、毒物カレー事件に関与した可能性が出てきました。これに報道は一気に加熱します。時には自宅前で張り込んでいる報道陣に対し、真須美死刑囚がホースで勢いよく水かけ、昼夜問わず家の周りにいる報道陣を敵対視するかのように何度も水をかけていました。そんな真須美死刑囚は当時、保険金詐欺の疑惑について FNN の取材にこう答えていました。なんかまるでね、なんか私が詐欺行為をしているようにね、マスコミ週刊誌さんだけが騒ぐんですけどね、私自身はもう自信を持ってね、何もしてない事実がありますんでね、堂々としてるんですけども。保険金詐欺は全くしていないと強く否定。さらに毒物カレー事件に関しては、もうあくる日の朝まで全然知りませんでした。矢橋さんとこ大丈夫だったって電話かかってきて、うん、いやどうしたの、ちょっとカレー食べなかったとか言って、うん、そんな大変なことが起きてるとは知りませんでした。事件が起きたことすら知らなかったと説明。さらに事件の核心をつく質問に対しては、カレーの鍋はね、左の真ん中が辺にあったと思いますけど、それはもう全く触られなかった。そこには行ってないです。少なくとも一度もその、カレー鍋には近づかなかった。そうです、鍋のあるとこまでも歩いて行ってませんけど。そのヒ素なり、はい、アイス酸というのを扱ったり、見たりしたことは、ないですよ、そんな、ね、その前のお仕事なんかでも一切。私の、例えばご主人のですね。それはないですよ。2人の方がヒ素中毒であるとか勝手に報道する前にね、なんで事実確認警察発表がなされてないのにね、どれだけの人が傷つき迷惑を被ったかっていうことを、もうマスコミと報道に対しての怒りでいっぱいです今は。涙ながらに毒物カレー事件には関わっていないと訴えていたのです。しかしこのインタビューの34日後、事態は急展開を迎えます。1998年10月4日、真須美死刑囚の自宅の周りにものすごい数の報道陣が待ち構えます。そして捜査員の方が入っていきます。捜査員の方がガレージの方に、和歌山市園部地区の住民のガレージに入っていきます。大分の数ですね、もう大人数です。およそ何人でしょうか、20人ぐらいでしょうか。20人ぐらいの捜査員が今、強制捜査に着手しました。今入ります。ジャスト6時です、午前6時。捜査員が続々と自宅の方に入っていきます。ついに真須美死刑囚の自宅に強制捜査のメスが入ります。この時は保険金詐欺事件での捜索でした。
捜査員の数はおよそ50人以上、玄関の方へ向かっています。入りました、現在午前6時2分、今捜査員が自宅の中に踏み込みました。自宅の中の様子は至って静かで人の動く気配は見えません。数えきれないほどの捜査員が真須美死刑囚の家に家宅捜索に入っていきます。周辺のあらゆるところに報道陣が殺到。自宅を囲む塀には脚立に登ってカメラを構える報道陣がひしめき合っています。そして強制捜査から40分後、午前6時42分です。今容疑者の2人を乗せた車が自宅を出ようとしています。容疑者2人を逮捕したようです。増美容疑者が1人が乗っています。増美容疑者は顔をうつ伏せにして、報道陣から顔を隠すようにしています。林真須美死刑囚と夫を保険金詐欺などの容疑で逮捕。そしてこの逮捕をきっかけに毒物カレー事件は大きな進展を見せることになります。保険金詐欺当然ですね、園部の毒物混入事件についてもですね、合わせ、徹底した捜査を進めていくという方針でおります。捜査員がですね、鉄のハサミのようなものを持ってですね、用水路の中から何かどうやら貝ですね。警察は毒物カレー事件への容疑を裏付けるため徹底的に真須美死刑囚の自宅などを捜査。その結果、こんばんは。4人が死亡、63人がヒ素中毒になった和歌山のカレー毒物混入事件、発生から138日目で容疑者が逮捕されました。和歌山県警の捜査本部はカレーの調理鍋にヒ素を混入し住民を殺傷したとして殺人と殺人未遂の疑いで今日午後林真須美容疑者を再逮捕しました。真須美死刑囚が一人でカレー鍋に近寄っていたという目撃証言をきっかけに自宅などを調べたところ、カレーに混入されたものと同じ成分とみられるヒ素を検出。これが決め手の一つとなり、真須美死刑囚は毒物カレー事件の容疑者として再逮捕されました。その後行われた裁判で一貫して無実を訴え続けた真須美死刑囚。2002年12月、和歌山地裁は、今主文が後回しになりました。極刑が予想されます。その判決は、死刑です、カレー事件の判決で林真須美被告に和歌山地裁は死刑を言い渡しました。裁判は最高裁まで争われましたが、2009年、死刑判決が確定しました。事件発生から24年となる今月、取材班は毒物カレー事件の現場となった和歌山市へと向かいました。和歌山市内の現場近くなんですけれども、すごい閑静な住宅街ですね。取材班が会いに行ったのは、こんにちは、すいません、フジテレビの石原と申します。杉田です、よろしくお願いします。和歌山カレー事件被害者の会副会長の杉谷康樹さん、75歳です。当時高校2年生だった娘さんが夏祭りでカレーを食べ体調が急変。
その時のお話伺った時っていうのはどういうふうに聞かれたんですか？びっくりしましたよ、はい、そしてまあ連絡もらって、まあ、すぐ家内行ってきて外科さんで点滴受けてこう 寝てたんでね、はい、どのようになったんやと。まだその時はもうパニックですよね。救急車ボンボンなってるし。結構症状っていうのはどういう感じだったんですか？なんか痛々しい感じだったんやけども。娘さんは病院に運ばれて入院、命に別状はなかったそうです。当時大パニックとなり大きなニュースの舞台となった場所は今どうなっているのか。案内してもらうと、はい、カレーを作ったのはここの方のガレージで、はい、外で、ね、ある中で、ああ中で、はい、カレーの調理をされてました。ああなるほど、はい、あとはお祭りの場所っていうのは、うん、はい、あの辺りに今の車止めてる辺りのとことか、そしてがここは何もなかったんでこの辺りでみんな、はい、でうちの娘なんかはこれ食べてこっちへ道挟んでこっち行って嘔吐してと。公園だった場所には家が建ち、当時の面影は残っていませんでした。毒物カレー事件のことを娘さんは今どう思っているのでしょうか？いやもうね、最近はもう思い出したくもないって言って、ただどう思った、ただどういう動機を知りたいって、なんであんなことしたんだという、それが一番ね、知りたいって本人は。そして真須美死刑囚の自宅は今もう今ないんですけども。そう言って夏祭りの現場から歩いてすぐのところに、ここですよね、この奥ですか？はい、はい、このビニールシートが、はい、防草シート、草生えない、はい、草がものすごい生えてくるんで防草シート、この自治会で敷いてるみたいですね。あ、はい、そうですか。ここに家があって、ここに門があって、よくテレビ出てくる水かけてるシーンとかあった、はい、そんな感じの、はい、あ、ここだった、はい、あ、そうなんですね。当時真須美死刑囚が報道陣に水をかけていたこの家も、逮捕から2年後の2000年、不審火による火災で全焼。今は跡形もなく更地になっていました。いやもう24年ってものすごく長い感じするんで、僕らとしてはすぐこの前のような感じ、もな、僕らとしては風化させてたくない、はい、うちの子供なんかしばらくの間カレー食べられなかった、はい、未だ苦しみを抱え続けている杉谷さん親子。そんな杉谷さんに交流中の真須美死刑囚から意外なものが届きます。林真須美から僕に手紙が、拘置所からかな、拘置所からこんなヘルプミーっていうような感じでこう言ったのが来たりとか。ヘルプミーと書かれた封筒、その手紙に書かれていたのは、この程度かな、杉谷様、いつも大変お世話になってます。3月16日和歌山市民会館にて集会があります。一人でも多くの方々に参加していただけたらと思い過ごしてます。大変お忙しい中、少しでもお力をお借りしたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。頑張ります。20年3月3日林真須美。被害者の親である杉谷さんに支援を呼びかけ、助けを求めるような内容です。なんでこういうの僕に来るんかなって、はい、直接被害者でもないからそんなんでとか、はい、
かなっていうような感じとか、まあ、被害者の会やってるんで私じゃないよってことを訴えてくれというような感じかなと思ったりして。真須美死刑囚が今も無罪を主張していることに対し、杉谷さんは犯人だと思うと答えた上で、なんでこうなんていうか、もう24年も死刑確定してあれされないのかなというの、不思議な感じ。僕らとしては風化させてたくない、まあ、どこでも起こるようなね、明日の日にでも起こりそうな事件ですんでね。今も無罪を主張し続けている真須美死刑囚は、新たに裁判のやり直しを申し立てています。